沢良遺跡は、出雲市滝町砂原に立地する中期旧石器時代の遺跡である。2009年8月、出雲市滝町砂原で、新しい路頭の骨層中から一点の小石片が見つかった。2009年同月22から24日の3日間、玉、随性白片の湿度相違の確認と、火山灰動艇のための資料採取、新たな石器の検出を目的とした。 予備調査を行った。初日、玉、髄性白片が見つかった場所の地層と白片に付着する土壌と反紋が合致するか確認した。2日目、玉、髄性白片が見つかった場所からそれほど遠くないところで石英半眼性の石角を差出しる塗装中から掘り当てた。次に、灰色の差出しる塗装中から小さな白片が次々に見つかった。 さらに松の木の下で拳台ほどの石英の塊を広い上げた。両端に叩きがで生じた開イがたくさんついている。石英製の叩き石だ。遺跡の基本層序は地表から高速度、古土上層、火山灰層、古土上層、火山灰層、砂質シルト層、古土上層、砂礫層、その下に断球砂礫層が2.5メートル厚さで水平に広がっている。 見事な清掃体積である。各層の火山灰分析用に、各層の土壌サンプル採取。玉髄白片は7番目の古土壌層から、石英半岩製の石角や拳台ほどの叩き石は6番目の、砂室シルト層から湿度。規定部の断球歴層は、関東の下末吉面に対比され、約12.2万年前に形成されたものである。 5番目の火山灰の急減が分かればこの地層の年代を絞り込める。3日目、崖面で、石器探索、断球霊気層の会の地層調査。2009年9月15日から2週間の予定で本調査に踏み切る。沢来遺跡発掘調査団を結成した。調査初日は9月15日、午前中は、出雲市教育委員会の埋蔵文化財、担当責任者と打ち合わせ、 午後遺跡に着く。トレンチを大地上に設定。発掘場所は南北に7メートル、東西4メートルの28平方メートル。遺跡の広さからすれば小さな窓を開ける、ようなもので、目指す石器を掘り当てるのは運任せである。パワーシャベルで約20センチの厚さで土を吐いていった。一五層までぶつ出ず、二層の古土上層の最上部に、 微量の気化やカホや火山灰とアイラ TN e 火山灰の火山ガラスが多量に含まれていることは分かっていた。上層の透き取りに2日半かかった。地表下1.5メートルのところで重機での掘削を止めて掘りに切り替えた。この発掘調査には、旧石器遺跡の堆積環境の解明という目的と、その後の科学的な分析に耐えられるデータを収集することを主眼に置いた。 このような考古学の調査方法は、自然科学的な手法に限りなく近づけることになる。トレンチ内を1メートル四方のグリッドに区切り、一つのグリッドを一人が担当し隣接する、グリッドとも合わせトレンチ全体が同じ高さになるように掘る。これを、スライス掘りと呼ぶ。長さ数ミリの再編は言うに及ばず、1から2ミリの墨粒でさえも見逃さない。 この調査法の有効性は1980年代の長崎県国見町にある百科台東遺跡の発掘で証明されている。石器や歴が出土すると、竹べらや竹串を使って慎重に輪郭を出し、いろいろな観察の末に取り上げる。さらに、スライス掘りで生じたハイドはクリッドごとに土納袋に収納し、後で見逃された遺物を回収する。 掘り進むと、休地表面の間列面が見つかった。その面上で墨粒や、この葉型の炭化物見つかる。墨粒は、人が火を焚いたことと関係するかもしれない。犬い列面は、ビア層中、ビア層と、6B 層の境界面、6B 層中でも見つかっている。ビア層中から直径5ミリほどの感情をないし、防水状の格子小造も検出された。出土した、石器。 歴の表面にはカッテッコウや二酸化マンガンを付着するものがあった。直立した甲子小僧が 6B 層中で確認されている。異物方眼層であるビア層、6B 層から出土する粒手のサイズは、計数センチから拳台ほどで、サイズが揃っていた。ビア層から出土した石器、歴が多く、6B からは出土数が少なかった。ビア層からの粒手は、 核歴、赤区歴が約7割である。湿度平面分布は集中域が認められる。また、ビア層、6B 層の歴史は、経過流門岸、弱経過流門岸の比率が増加する。これを自然現象で説明するより、自然現象以外の要因が関与したと解釈するしかない。人の関与があったのではないか。予備調査で5点の石器が見つかり、本調査では、 経過流門岩や玉髄などの剥離面を持つ白片や、赤角、加工のある歴片が見つかった。9月25日の午後、経過流門岩とは、明確に区別できる緻密な流門岩製の、戦闘スクレーパーが出土した。単性色の石片で、経過流門岩とはまるで石質が異なり、大分県の大野川流域で、高気球石器にたくさん使われている緻密な、 無反昇流門岸そっくりだった。岩空には VB 層の赤土色の粘土がべったり付着していた。出土時点では綺麗な炭性色をしていたが、日が減るに従って退色し、今では開白色に変わってしまった。下層の 6B 層から出土した石器群を第一文化層、上層のビアを第二文化層と名付けた。第一文化層から出土した石の内訳は、 歴期 1>, 1点、さっき2点、白編1点、再編2点の、計6点。石材は玉髄、経過流門岩からなる。戦闘スクレーパーは、長さ5.9センチ、幅3.2センチ、厚さ1.5センチで、極めて緻密な経過流門岩。第二文化層に包含された遺物は、くちばし状石器1点、さっき3点、堀木様石器2点、白編10点。 石角3点、段階10点、叩き石1点の計30点。石材は多様で、経過流門岩を主体に、たまずい、石英からなる。これらの石材による石器は、日本列島の旧石器時代遺跡ではほとんど使用されないため、研究者の目が慣れておらずに見解が一致せず、これらの石器を自然石と見る意見も強い。その一方で、上峰厚氏が開発した、 反殖観察法によって、経過流門岩の観察法が確立され、沢ラ遺跡の湿度石器に人為的な政策パターンが見出された。この方法については、専門家からも高い評価がされている。遺跡や遺物の年代を決定するには、旧石器の形態や、石器蘇生などによる考古学的検討と、地形、地質学的な検討によることが多い。日本列島は、 火山が多く、噴出時期が判明する広域火山灰が豊富で、それを利用した火山灰創除変年が確立している。ワラ遺跡の年代決定については、断球地形の研究から断球形成年代を究明すること、遺跡周辺に堆積している地層中に噴出年代がわかる基地の火山灰を見つけること、さらに遺跡の層中の2枚の分厚い火山灰を資料に、 フィッショントラック法を用いて年代を直接測定することである。第二文化層中に包含される火山培層の年代を11万年前と特定した。滝町滝地内、沢原遺跡イコール今から約12万年前の日本最古の旧石器イコール広報出雲第115平成21年10月8日発行編集出雲市広報情報課。ありがとうございます。